陰謀にはちょっと戦えんな。くそ、いらっしゃいませ。お二人ですね。どうぞこちらに。本日はどういったもみにいたしましょう。もみ、あら、ご新規さんでしたか。うちは手もみ屋って言いましてね。人間手が疲れてるとろくに金勘定もできやしないでしょ。そんなお客様の疲れをもみもみと手と手の濃厚なスキンシップで解消させていただきますというわけで、本日はどういったもみにいたしましょう。俺たちは客じゃない。と言いますと？私をコルネオさんのオーディションに推薦してもらいたく。待った待った、ちょっと黙りな、勝手に口開くんじゃないよ。全くまた変なの来たわ。ちょっとバカし、若いからって許されるとでも思ってんのかね。で、なんだって？頼み？あのね、お二人さ、うちはテモミヤもんでなんぼの店なの。客として来たわけじゃないの。てめえら、頼み事があるならまず客として揉まれるのが筋じゃねえのか。ああ、あんた、名前は？クラウドストライフ。手を出しな。え？早くしな。お、戦う男の力強い、それでいてしなやかなって。いいわクラウド、あんたが誠意を見せなさい。話はそれから。さ、どのコースにするんだい？じゃあ奥の部屋まで。クラウド、リッチなお客にはふさわしいおもてなしを。まずはハンドクリームを指の一本一本にねっとりと丁寧に塗り込んでいくからね。それじゃあ指先からいくよ。ほら、力抜いて、悪いようにはしないからさ。あら、痛かったか？いや。次は指の付け根を揉んでくよ。凝り固まった老廃物をどんどんと流していくからね。声出してもいいんだよ。我慢は体に毒だからね。最後に手のひらのツボを優しく刺激していくよ。こんな風に。あ、いや、どうしたんだ、声が漏れてるな。ここが気持ちいいのかい？ここはどうだ、それともここかい？ああ。気に入ったらまた来てちょうだい。はい。どうだった？大丈夫？ああ。クラウド、変だよ。そうか。絶対変。癖になりそうかい？さてと、誠意はしかと見せてもらったよ。じゃあ頼みってやつを聞こうじゃないか。
私をコルネオさんのオーディションに推薦してほしいんです。そりゃ随分と物好きだね。本当？ただしその格好のままじゃダメだよ。え？そんな貧乏さい格好した女を連れてったとは代理人としての信用に傷がついちまうからね。この服ダメ？言わせておけ。気に入ってるんだけどな。あんたらイチャつくなら店の外でやっ。あ、ごめんなさい。でも服どう？心配しなさんな。私がコルネオのハートを払うもんさえ払えばね。いくらだ？ざっと100万といったところで、あんたらが払えないってことは100も承知さ。だからってこの町には地下闘技場があってね、クラウド、あんた私の推薦で出場しな。そこで優勝できたらエアリスをとびっきりのビジョン。賞金が出るのか？うん、推薦人の私にね。どうだ、乗るかい？わかった。いい返事だ。こいつを受け取りな。もう受付は始まってるからね。急いで闘技場へ向かいな。